鶴ヶ島市立図書館は埼玉県鶴ヶ島市にある公共図書館。中央図書館、東分室、西分室、南分室、北分室、富士県分室、大橋分室、若葉駅前カウンターからなる。鶴ヶ島市役所1階にミニライブラリーがある。2016年4月から指定管理者制度を導入し、株式会社図書館流通センターが 指定管理者となっている。川越市、坂戸市、日高市、川島町、諸山町、小瀬町の住民も利用できる。鶴ヶ島に調整が施行された1966年、鶴ヶ島公民館の2階の一部に図書館が開設され、図書館設置条例、鶴ヶ島町立図書館設置条例施行規則が交付された。当時の鶴ヶ島町は若い世代が多く、 住民自治も活気にあふれており、行政任せでない社会教育活動の中で、地域住民の声を聞きながら、公民館作りが行われた。住民が将来を見据えて、公民館に図書館文室を設置するよう要求したことが、聞き入れられ、町内5つの公民館に図書室が併設された。1971年、図書館機能を開始。団地内の家庭文庫への団体貸し出し、 公園への移動文庫などを行うなど、町内の関係施設と相互に連携をしつつ、住民が主体となって、図書館機能を多方面に発展させていった。1977年4月には、図書館、教育委員会、小中学校図書室担当者による、鶴ヶ島町図書館連絡協議会を設置した。1984年3月、その後10年間の将来目標と、 基本政策となる鶴ヶ島町総合計画が策定され、その中で社会教育の条件整備として図書館活動の充実が盛り込まれる。調整施行20周年となる1985年10月、同年に新築された南公民館が主体となり、1週間にわたって町内5つの公民館で多彩な催しが行われる第1回図書館祭りを開催。 最終日の挨拶で、石井喜八郎町長は町総合計画に基づき、独立した中央図書館の建設を発表、町民に次年度からの予算計上を約束した。図書館祭り開催前の同年2月には、図書館条例を改正、4月には名称を、鶴ヶ島町立図書館から鶴ヶ島町立中央図書館に改称している。同年12月開催された。 1> 第1回社会教育を考える、集いの分科会において、暮らしの中に生きる、図書館をテーマに討議が行われ、向上的に中央図書館建設や、分室の機能充実を考える、組織の必要性を確認。翌1986年5月、鶴ヶ島の図書館を考える会が結成される。1987年3月、町教育委員会が、 外部機関に委託調査をした結果として、鶴ヶ島町図書館計画図書館サービス網と中央図書館建築の計画1987が策定された。町教育委員会は図書館基本計画に関するパンフレット、本の森を育てよう図書館の町鶴ヶ島を目指して、を作成、町内全戸配布して町民に意見を求めた。1988年には、住民、 議会代表、学識経験者等10名で構成される中央図書館建設委員会が発足1989年5月までの6回にわたり図書館建設についての議論を行った。しかし1989年9月石井町長が収賄容疑で逮捕され辞任する。建設委員会が第1回報告書暮らしの中に生きる。 図書館鶴ヶ島中央図書館の目指すものを提出した直後のことであった。住民参加を推進し、公約にも掲げ、住民の信頼を得ていた石井町長に代わって、同年11月に内野金町長が就任する。内野町長は、社会教育行政の見直しを主張し、住民の調整参加を否定。 これまで町教育委員会が継続し採用してきた社会教育関係職員の市長部局への配点などを行った。1990年には最終答申を待たずに建設委員会を凍結。翌1991年9月、市政施行と同時に建設委員会は廃止となる。これらの社会教育活動を全面否定する政策に対して起こった。 社会教育職員不当配店闘争は、市側と和解が成立するまで3年間続いた。1993年6月に、鶴ヶ島市立中央図書館及び、鶴ヶ島市立市民文化ホール建設基本構想が策定され、10月に行われた市長選挙で、品川義雄市長が当選すると、中央図書館建設についての検討作業は、加速してゆく。 同年12月には、建設検討委員会を設置し、市民の意見を聞く会も開催した。1994年1月、鶴ヶ島市立中央図書館建設基本構想及び、鶴ヶ島市立市民文化ホールの見直しに伴う基本方針を策定、その後は実施設計、開設準備室の設置、用地取得、市民懇談会などを行い、建設工事に着工する。 1996年10月、鶴ヶ島市立中央図書館が開館した。初代館長は、朝霞市立図書館館長を退職後、建設検討委員会委員を経て、開設準備に携わった大沢正夫。図書館を全ての市民に広めるという考えから、中央図書館開館の3ヶ月前から、登録者1万人大作戦と称した PR 作戦を実施。 開館日までに市内の商店、社会教育施設等にチラシ等で PR をし、3つの駅等でも呼びかけ、宣伝を行った。その成果あって、開館の翌10月2日には1万人を突破した。開館初年度である平成8年度の貸し出し点数は52万3219点で、その後増加を続け、 平成11年度には136万674点に達した。二代目館長は、図書館長の本棚を書いた、若園義彦である。1997年7月1日から、鶴ヶ島市、川越市、坂戸市、日高市、川島町、諸山町、小瀬町の七市町で構成される、埼玉県川越都市県町まちづくり協議会による、 図書館総合利用が開始された。2013年4月、カウンター業務委託が始まる。2015年5月から6月に開催した市民意見交換会、及び同年9月から10月に募集したパブリックコメントをもとに、2025年までの鶴ヶ島市立図書館のサービス指針となる鶴ヶ島市立図書館基本構想が策定された。2016年4月から、 指定管理者制度を導入している。鶴ヶ島を舞台としたライトノベル、鶴ヶ島コンビニ戦記の著者、幻よる奇跡が立ち上げた鶴ヶ島町おこし委員会と図書館の共催によるライトノベルやアニメ、コスプレ等のメディア文化をテーマにしたイベントで、第1回は2015年4月19日に開催された。図書館側としてはイベントを契機として、 図書館に中高生を呼び戻すこと、鶴ヶ島におけるサブカルチャー発信という狙いがあった。スタンプラリー方式で著者講演会やコスプレ世界王者の講演会、ライトノベル限定のビブリオバトルを行い、5つのクエストをクリアすると、鶴ヶ島コンビニ戦記機の同人誌がプレゼントされるという内容で、当日は123人の来場があり、うち中高生は20から30人であった。 第2回は2016年6月26日に開催された。市役所1階のロビーに新設される本棚を活用する方法として2016年1月23日に開設された。その後も地域交流の場として本を寄贈して棚を充実させる上元祭や蔵書院を作るための消しゴムは無婿作りなどイベントも定期的に行っている。 解説にあたっては、町ライブラリー提唱者の急いそいそみじゅうに助言を仰いでいる。2016年11月から2017年3月まで、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、日高市、川島町、諸山町、小瀬町の七市町の各図書館をめぐるスタンプラリーを開催した。図書館の未利用者を呼び込み、各地域の周遊を促す目的で、 埼玉県川越都市県ちづくり協議会が主催。7市長すべてのスタンプを集めると、各自治体キャラクターグッズなどの記念品がプレゼントされた。公民館機能を持つ各市民センター併設の分室が6分室。東武東上線若葉駅東口にある商業施設若葉ウォークの市民活動推進センター内に、図書の貸し出し、返却。 利用者登録等のサービスを行う若葉駅前カウンターがある。ありがとうございます。